今郵便屋さん来たんですけど、見てください。わ、ポストからわさって出てる郵便物、これは期待できそう。なんだろう、何が届いたのかな。どうも、いつもありがとうございます。はい、ちょっとごちゃっとしてますけど、箱が一つと封書が、4つですね、届きましたので開封していきます。で、引き換え券も順調にいくつか当たってるのでご紹介していきます。順番にいきますね。1月21日、ヤフークーポン、ファミマザクーポンフェスの方で当たってます。ジョージアラテニスタカフェラテロイヤルミルクティー、こちらが21日に当たって、18個目、19個目、20個目でもクーポンフェスの方で当たってます。23日に2つ、24日に1つですね。全部で 1,2,3,4,5 5点当たってます。で、前回報告させてもらった分に加えて今回こちら5点っていうことになります。はい、順調ですね。で、それとプラスこの間引き換えできなかったやつがあったので、こちらも引き換えてきました。はい、ありがとうございます。たくさん当たりました。ヤフークーポンの方は毎日挑戦できるみたいなので、皆さんまたやってみてください。スマートパスの方はなんか週に1回なのかなみたいですね。はい、で、お届け物なんですけれども、1月22日にこちらの箱が届いております。開けていきます。これはハガキがあるので分かってますね。こちらのキャンペーンになります。では開けます。1月は去年のに比べて結構届いてるので、私としてはすごい合格だなと思ってます。はい、グッドモーニングクリープキャンペーンということで、こういう可愛い添付状がついてます。ご当選おめでとうございます。はい、クリープオリジナルカップ&ソーサーをお送りしますということです。そうそう、これすごい可愛くて、普段クリープ買わないんですけど応募しました。はがきのこちらの食器ですね、すごい可愛くて私好みだったので、あ、これは応募しないとと思って応募したキャンペーンになります。わー、可愛い。予想通りの可愛いカップです。可愛い、あ、可愛い。ソーサーも可愛い。はい、ということでこちらをいただきました。こちら57名様枠だったみたいですね。はい、ありがとうございます。では続いて、封筒がね、24日の日に一気に4つ届いたんですよ。こんなことは今までなかったと思う。今までで一番来たんじゃないかな、封書が。順番に開けていきます。まずこの大きいやつから開けますね。これね、サンプルって書いてあるんでサンプルだと思うんですけど、12月の終わり頃だったかな、ちょっと時間が空いた時があって、その時にサンプルにバーって応募した時期がちょっとあるんで、それだと思います。あ、そうですね、アテントコットン 100% 自然素材パッド絶対もらえるキャンペーンにご応募いただき重ねて御礼申し上げますということです。今回お送りした試供品をご使用後、アンケートにお答えいただいた方の中からさらに抽選で200名様にご希望商品いずれかを丸ごと1パックということでなんかやってますね。はい、こちらが、これが添付帳かな、キャンペーンにご応募いただいた方にダブル、あ、これも案内、ご案内ですね。はい、ダブルチャンスに応募する封筒もご丁寧についてます。で、コットン100、こちら1回分ついてました。ありがとうございます。もうこういうのはね、どれだけあっても本当に助かります。こちらは絶対もらえるなので数にカウントはしません。はい、では次こちらいきます。甘酒オリジナルカードグルメカタログプレゼントキャンペーン事務局様から来てます。
これはね、甘酒をね、2本買って応募したやつだと思います。最近森永と相性がめっちゃいいですよね。はい、森永製菓株式会社様からですね、甘酒オリジナルクオカードグルメカタログプレゼントキャンペーンご当選のお知らせということで、多分クオカード、はい、クオカード500円いただきました。ありがとうございます。甘酒はね、あんまり好きじゃないんですけど、このキャンペーンのために2本買って飲みました。体にいいとか美容にいいとかっていうのは知ってて、一時期は好きじゃないけど買って飲んでる時期があったんですけど、最近やめてて、ちょっとキャンペーンだったので久しぶりに飲んでみたら当たりました。はい、ありがとうございます。キャンペーンのハガキがね、こちらになりますね。このキャンペーンでした。はい、では続いてこちら、アルビス×ミツカン共同企画鍋を食べて当てようキャンペーン事務局様から開けていきます。ミツカンやっと来ましたね。全滅したと思ってました。よかった、すごいいっぱい鍋つゆ買ったんだよ、ミツカンの。よかった、1個でも来てくれて本当に。鍋を食べて当てようご当選のお知らせ、アルビス商品券1000円ということで、1000円ですね。はい、ありがとうございます。はい、では続いて、はい、こちらマックスバリュー北陸東洋水産島屋共同企画まるちゃんスマイルフォアオールキャンペーン事務局様から来てます。はい、開けていきます。これね、なんかみんな当たってたのを去年見てた、動画とかいろんなとこで見てました、当選報告を。それでいいなーって思って応募はしてたんですけど、私は全然当たらなくて、ようやく来てくれましたね。はい、スマイルフォーオールキャンペーンご当選おめでとうございます。はい、でギフトカードが、わー、3000円も入ってる。わー、私にとって3000円は多いですよ。やったー、ありがとうございます。てっきり1000円とかそんなんだと思ってました。びっくりびっくり、やったー。はい、ということで、たくさん届いた封書、これで以上なんですけれども、本日ですね、郵便局に行ってきまして、はがきを交換してきました。去年ですね、年賀状をまとめて100枚購入したんですよ。こちらですね、懸賞応募用に100枚買って、その中から年賀状をいただいた分にお返事として10枚ぐらい使ったんですけど、それで郵便局のお年玉が発表されたので交換に行ってきました。1等が770102、現金30万円。2等が1208、ふるさと小包など。3等が545002ということで、私は3等の545002が全部当たって交換してきました。今年のお年玉切手はこんな感じの切手になります。かわいい。毎年ね、私の懸賞はここからスタートするので、これが結構楽しみなんですよ。毎年どんなデザインかなと思って嬉しいです。3つも、はい、で1枚はなんとなく使いづらいので保管して、残り2枚はでちゃちゃっと使っちゃおうと思っております。はい、皆さんも交換まだの方はぜひ確認してみてください。はい、懸賞情報ですね、こちら、もうなんかこんなの切り取ってますけど、ガツンとよろしくキャンペーンっていうことで、ガツンとみかんアイスクリームですねのバーコードを貼って送ると当たるっていうキャンペーンやってます。私はこの A 賞をね、バーコード3枚で Amazon ギフト券5000円って、こちらは一択で狙ってるんですけど、 B 賞がバーコード2枚、 C 賞がバーコード1枚、何か当たるそうです。C 賞がクオカード500円、750名様、多分これが一番当たりやすいだろうなと思ってるんですけど、私は A 賞一択でいこうと思ってます。もう一口応募しちゃったんですけど、またもう一口応募しようと思ってバーコード貯めているところです。あ、そっか、第1回が12月31日まで、で第2回が5月31日までですね。で、私第1回に多分ね応募してるんで、 A 賞に今第2回の分を貯めているところです。
よかったら応募してみてください。はい、本日の動画は以上です。ありがとうございました。